にちは、凛太郎です。今日は楽しくて強い属性双剣の装備紹介をしていきたいと思います。バージョン 1.4 で属性武器が軒並み強化されていますが、双剣も当然強くなっています。スタイリッシュな立ち回りも相まって爽快感抜群なので、ぜひ試してみてください。なお今回の装備は強化をベースに組みますので、防具連成で号外を3部位につける必要がありますが、双剣に限らずこの方がトレンドですし、双剣の機動力があれば強化も使いやすいのでおすすめです。それでは装備紹介に移ります。こちらが装備の一覧です。今回は全属性に対応可能ですが、私がラージャン相手に担いでいくことが多いので、氷属性を例に紹介します。使用する武器はウェントゥスダオラで、百竜装飾品は属通竜獣をはめております。続きまして防具はネフィリム一式で、はめている装飾品はこのようになっております。また画面に装飾品の一覧を出しておきますので、そちらも合わせてご確認ください。私は匠を入れていますが、ここは自由枠なので、不要な方は好きなものに変更してください。5石は弱点特攻2に2スロットと1スロットが空いているものをご準備ください。次に防具の連成をお見せします。追加するスキルは号外プラス3です。その上で腕と足の恐竜症を消したいので、腕と足はスキル特化、残り1つを通常連成でつけると良いです。私の場合は弱点特攻属性もついていますが、ここまで頑張らなくても大丈夫です。続きましてこちらがスキルの一覧です。今回は強化を利用して青の書で立ち回るので、号外と奮闘、逆恨みを最大限に生かすことができます。そして回心率は見切り、弱点特攻、奮闘合わせて弱点部位に対して 100% にし、その回心率を生かすために超回心、回心撃属性をレベル3入れております。回心撃属性は他の武器種ではあまり採用されないですが、属性双剣にとっては必須級のスキルです。その他は属性を強化するために氷属性攻撃強化、連撃、弱点特攻属性を入れていて、連撃と弱点特攻属性は最低限レベル1積むようにしましょう。広角の恩恵は属性値を上げる意味合いもありますが、活力剤とお団子を合わせることで無被弾時の体力減少を完全に抑えることができます。入れ替え技も画面に出しておきますので参考にしてください。それでは拙いプレイではありますが、実際の狩猟風景をご覧いただきます。 VTR それ。やる気アップ、頼りになりますね。感謝感激。仕方あげる。
ちだ。ご苦労様。お前の出番は終わりだ。疾風自体。よし、里の誇りにかけて。ぶっかむ。なめんじゃないわよ。だったでしょうか。双剣でいることはとにかく螺旋山が気持ちいいので、もう隙を見てどんどんぶち込んでいっていいと思います。修練場のカエル相手だと3000くらいのダメージが出せるので、まあ、瞬間火力もいい感じですね。また螺旋山ループはかける虫が3匹いると可能になりますので、見つけたら積極的に取りに行くようにしましょう。ちなみに現環境最高効率の金策であるバージャンのイベクエとかこの装備で行くのおすすめなので、よかったら使ってみてください。今日の動画はここまでにしたいと思います。この装備を使ってみたい、参考になったと思っていただけた方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。コメントも励みになっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。まだガスコン。